皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回は減量時のおすすめ食材脂質編ということで、減量の時に食べてほしい脂質源を3つ厳選してご紹介していきます。まあ、減量の時にね、食べる食材ってね、いろいろありますね。究極的にはですよ、もう摂取カロリーと消費カロリーのバランスなんで、何を食べてもいいんですよ。ジャンクフードを食べようが、アイスクリームとかね、お菓子とか食べようが、食べた以上に消費してしまえば体重っていうのは落ちてくれます。体脂肪は落ちてくれますんで、何を食べてもですね、別に量とその消費量とのねバランスさえ間違えなければ落ちてくんですけども、だからといって実際にね、じゃあ何食べてもしっかりその分消費すれば痩せるわと思って、ジャンクフードとかあんまりね質の良くないカロリーの高い食べ物を食べてて、ちゃんと絞れていく痩せていく方っていうのはほとんどいらっしゃらないわけで、まあなので減量の時はね、しっかりと食材を選んで食べていかなければいけないわけなんですね。で、減量中っていうのは当然ね、カロリーを落としていく、摂取カロリーを落としていくわけなんですが、その中で真っ先にですね、量を少なくしていくものが脂質なんですよね。タンパク質は当然筋肉をキープしていく、筋肉量を維持していくのに必要になってくるので、必要な量はしっかりと確保しておかなければいけない。減量中であっても必要な分はしっかりとっておかなければいけない。炭水化物は運動する時の大事なエネルギー源になるので、炭水化物を抑えすぎるとトレーニングの質が落ちてしまって、結果として筋肉量を落としてしまう、そういう結果になりやすくなってしまうので、炭水化物もなるべく必要な分は取っておきたいってなってくると、もう脂質を落としていくっていうのは一番手っ取り早いんですよね。そして脂質っていうのは 1g あたりのカロリーが他の2つの栄養素に比べて大きいというのも脂質を落としていくのが一番おすすめになる理由の一つでもあります。タンパク質と炭水化物は 1g あたり 4kcal、 脂質の場合は 1g あたり 9kcal あるわけなんですね。なので単純に計算すると、タンパク質や糖質の2倍以上のカロリーを脂質は持ってるわけなんです。なので糖質を 10g 少なくすれば抑えられるカロリーっていうのは40キロカロリーなんですけども、脂質を 10g 落とせば90キロカロリーですね、抑えられることになるわけなんですね。なので脂質を抑えていった方が、なるべく食べる量を少なくせずにですね、摂取カロリーを節約することができるので、基本的に減量のことを考える場合には、脂質をいかに落としていくかということになってくるわけなんですね。ですが脂質も三大栄養素の一つなので、体にとっては必ず必要になってくる栄養素なんですね。なので減量中とはいえ、脂質を抑えすぎると体調が悪くなったりとか、最悪の場合ね、代謝が落ちてしまって思うように体脂肪が燃えてくれなくなってしまったりということが起きてくるわけなんですね。で、まあ理想的なね、脂質の摂取量っていうのはここでは置いておきます。また別の動画で解説をしてますので、そちらをねご覧いただければと思うんですけども、じゃあその必要最低限の脂質っていうのはどういった食材から取っていくのがおすすめなのかっていうことを解説していきたいなと思います。で、私がおすすめする食材、まあベスト3と言いましたけどね、3つあります。第3位は牛赤身肉でございます。減量中に食べるお肉といえば、鶏胸肉とささみっていうのがまあ定番ですよね。あんまりトレーニングをしない方とかね、ボディービルとかの競技を知らない方でも、ボディービルダーってささみとブロッコリーばっかり食べてるんでしょうとかね、体重を落とすときはもうささみとか鶏胸肉ばっかり食べないといけないのとかね、そういうことを言ってくるぐらいですね、やっぱり減量においてはもうささみとかね、鶏胸肉っていう印象が強いと思うんですけども、もちろんね、ささみは鶏胸肉いいんですよ。低脂肪なんでね、余分なカロリー取らずにしっかりタンパク質が取れますし、安いですし、いいんですけども、質のいい油を取っていくことにおいては、牛の赤身肉ってまあ結構いい食材なんですよね。当然お肉なのでタンパク質も豊富に含んでますし、赤身肉に含まれる量の脂質であれば減量中でもですね、全然問題なく食べられます。
大会にね出てねこう優勝するぐらいのレベルまで極限までですねカロリーを切り詰めるでもない限りは牛の赤身肉全然食べていただいて大丈夫です。なのでささみとかね鶏胸肉がパサパサしててもうどうしても食べられないなとかねちょっと味に飽きちゃったなっていう時に牛の赤身肉をね食べていただいてタンパク質を補給していくっていうのも非常におすすめです。ただ赤身肉とはいえあんまりですねサシがたくさん入ってる脂身がたくさんあるようなお肉っていうのはおすすめできないのでなるべく赤身の部分が多いものですね。海外製のね輸入牛肉がおすすめなんですけども海外製の赤身肉で特に赤身の部分が多いものですねロースとかもっといいのはもも肉とかヒレ肉ですねそういったものを活用していただくのがおすすめです。そして第2位ですね第2位は鮭でございます。もう日本人の朝食の定番ですよね。ご飯に鮭にお味噌汁納豆まあ、冷ややっこがついてきたり味噌汁がついてきたりする場合もありますけどまあなんかその伝統的なね日本人のこう朝食朝の定食っていうイメージ強いですよね。まあそれだけこう日本人にとって馴染みの深い食材でもあるんですけども鮭のように魚に含まれてる油っていうのは健康にいい種類の油なんですね。まあオメガ3という種類の油脂肪酸が豊富に含まれていましてでこのオメガ3という、ね、種類の油は、まあ、体内の炎症を抑えてくれたりとか体脂肪の燃焼を促進してくれたりとかそういう、ね、効果があったりします。もちろん油は油なので摂りすぎたら減量が進まなくなってしまうので気をつけていただきたいんですけどもしっかりと量を計算した上で必要な量を摂るんであればこういう、ね、魚から摂れる種類の油っていうのも非常におすすめですね。まあ、他にもねサバなんかもね結構メジャーな食材です。サバ缶とかねそういうのを食べる競技者の方もいらっしゃったりするんでまあそういうものでもいいんですけどもサバのような青魚は鮭に比べるともっとですね脂質の量が多くなりがちなのでカロリーオーバーにならないようにだけ気をつけていただきたいんですね。そういう意味では減量中に食べるんであればサバとかね青魚に比べると脂質の量が少なくなる鮭を食べていただくのがおすすめですね。ただ鮭でもいろいろ種類があるじゃないですか。まあ鮭とか、まあ、もっとその親戚でいうとサーモンですよね。いろんな種類がありまして種類によってですね脂質の量が違ったりします。結構違います。例えば紅鮭なんかは結構脂質の量が少ないんで減量中でも積極的に食べていただいて全然問題なかったりするんですけどもキングサーモンとかね、トラウトサーモンとかねそういった名前で売られているような種類のサーモン鮭っていうのは結構ね脂質の量が多かったりするんですよね。魚の、まあ、種類の違いによって結構ですね脂質の量が上下するっていうこととやっぱり個体差も結構大きいので魚の場合はそういうことも考慮していただいた上で脂質の摂りすぎにならないようにだけ注意していただければなと思います。そして最後第1位が卵でございます。トレーニーの定番食材ですよね。毎日卵食べてるよっていう方も多いんじゃないかなと思いますけどね、卵はやっぱりですね、まあ、今ね結構価格が高騰してますけどもそれでも比較的安価で手に入るそしてどこでも手に入るそして保存が効くっていうところでタンパク質源としてはもちろんですね脂質源としても非常に優秀です。卵の黄身の中にね脂質が入っているので脂質が取りたい場合は、全卵でねしっかりと食べていただきたいんですけども、まあ、卵1個あたりですねだいたい 5g から 6g ぐらいの脂質が取れますけども健康にいい種類のね脂質が取れますし卵黄の中には非常にいろんな種類の栄養、まあ、ビタミン、ミネラルといったね栄養が含まれているので脂質の面以外でもしっかりとね卵を食べていただくっていうのは筋肥大ですとか健康を保つためにね非常に効果的なのでぜひぜひねこの卵っていうのは活用していただいてね減量していただければなと思
思います。まあ、私はねあんまりこの食材の種類を増やすのが面倒だったので、減量中なんかは去年の減量中なんかはですね、もうささみと卵で、やってました。でその卵の量で脂質を調整するっていう形でねやってたので、それぐらいですね、もう私はもう卵をメインの脂質源にしてですね、ずっと減量をしてきたので、それぐらいですね信頼している食材でもあります。まあ本当に基本的な食材ばかりでしたけども、それぐらいですねやっぱりこう普段ね食べるような当たり前のようにね売っている食材でも、体作りとはね減量に効果的な食材っていうのはたくさんありますので、ぜひですねご自身の食生活を見直すための参考にしていただければと思います。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも概要欄に新商品の情報を記載しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。